こんにちは、モード A ののりです。ベイビー A のアリアです。はい、今日はですね、ちょっとねコアなそうな方に向けてになるんですけれども、アリアが低出生体重ですね、4ヶ月早い早産で 572g で生まれました。まあ、慢性肺疾患で NICU で保育費の中で育てました。そして GCU にいました。トータルですね、 NICU5 ヶ月、 GCU に2ヶ月いて、7ヶ月ね入院の期間を経て肺炎をして今一緒に過ごしております。でね、このさ、これ在宅酸素を使用してるんですけれども、これね今ね時々外したりとかしてるんですが、今つけております。でね、ちょっと今日はねこのおすすめを紹介したいと思うんですよ。私もですね、数々のこのテープを、はい、購入したんですけれどもね、例えばそもそもですね、白じゃなくて肌色がいいんじゃないかとか、布の種類もですねいっぱいあるんです。テープの種類いっぱいあるんですね、はい、でいろいろ試したんですけれどもね、やっぱり剥がす時にしっかりついてると結構痛そうにしたりとか、まあお風呂入るまでの時間の間、今は特に剥がしたりつけたりもするので頻度よく、痛くないのはどれがいいのかなとかいろいろ試してきたんですが、やっぱね、私の中では一番良かったのはこちらです。じゃん、はい、こちらですね。肌に優しい絆創膏、これが一番いい、はい、今つけてるやつも同じものなんですけれどもね、一番ね肌の負担が少なくって、こう剥がしたりするのも楽で、でもう一回貼るのも楽で、粘着力はそこそこあるけれども痛みは少ないと思います。なのでね、もしあの顔に貼るテープ悩んでるよって方がいたら、ぜひこちら、私はねトモズで買いました。ドラッグストアですね。どこどこメーカーどこ、日番株式会社のこれ、このこれで覚えてね、下の説明欄にね詳細載せておきますね。これは本当に一番私の中ではいろいろ試してみておすすめでしたので、ぜひご参考にしてみてください。あとね、あのサチュレーションで足にこうやって巻いてテープでぐるぐるって巻くやつなんですけど、これはね病院のやつと同じ 3M の交番テープ、はい、交番テープですね。これも下の説明欄にリンク説明載せておきますけれども、これはねやっぱりねすごく使いやすいですね。ハサミで切って使うんですけども、しっかりとこう伸びて、このここにピタッとテープとかつけなくてもこれ自体がくっついてくれるようになってます。はい、という感じですね。今日は随分コアな方に向けてなんですが、ご紹介でした。ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方はぜひぜひ、あ、眠い。よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。See you!